お父さんめっちゃ見てる。お父さんこっち見てよ。ほらほらほら。で、お母さん、えっと、レッドサラマンマ、まだそこにいる。チャオ、なんでチャオちゃん。よし、今お父さんとお母さんがお母さんが今買い物をしてる。もうすぐ、あ、いや、まだまだ動画を撮ってる、あ、テレビにデビューだねって言ってるんだけど、デビューじゃなくて YouTube だね。日本語で話したら分からないから、何言ってるのか分からんって今言ってた。大丈夫、いいこといいことばっかりで言ってるよ、私の坊やに。わあ、それおしゃれだね。インペリアから多分20分ぐらい、10分ぐらいかな。いやー素敵だな。なかなかこの2人はね一緒にならないからな。はい、なんでこっち見てるんだ。お母さん、いいよ。わー、誰のアイスクリーム超うまい。多分このグロームっていうの日本にもあったんだけど、すっごく高くて同じ味とかない。これはね、クリームとチョコレートみたいなもので本当美味しいや。教会とカジノ、あ、パチンコ屋さんって言えばいいかな。まあパチンコ屋さんよりが来ちゃったね。あれすげえ有名、入ったことないけどすげえ綺麗やな。えーすごい、遊園地、ちっちゃい遊園地もある、すごい。え、行きたい。すごい、かわいい。おおお、いいね、めっちゃすごい、かっこいい。一人になっちゃうんだけど、めっちゃいい。わー、すごい、すごい、すごい。ではね、昔のサンレモ駅で、そのちっちゃい遊園地がありますね。すごい、めっちゃいい。お母さんね、ショットのゲームしたいらしいんだ。ホワイト。超ワイルド、超かっこいい、やばい。えー、やべえ、できた、できた、うん、マジで。ちょっと待って、私よりちょっと上手じゃね。おい、マジか。マユルです。わお、綺麗。こんばんは。すごい、お母さん亀子になってる。すごい綺麗やな。お母さん何してんの。一番の、有名な舞台です。映画館もやってます。舞台と映画館、すげえ人多いですね、いっぱい。ボートのオルカです。今スターウォーズを終わって入れちゃう。したいです。映画館一番、あの、沖縄と思った。本当のチルとカラコンもない、メイクも半分以上もない、ナチュラル、こんな感じで。ねえビルバー、ねえビルバー、あ、口切ってる。もうもうる、もうもうる、見よう、お尻かわいいな、お尻、お尻、すっごく小さぼくしてる。超寝たい、超寝たいんだけど、まだ8時だから超頑張って、あと2時間ぐらいが。私の友達のニコちゃんです、レブちゃんです。あーおちっとな、ちっちゃな、ちっちゃな、ちっちゃりな、ニエリバーアモール、お飲みはよろ、俺は。おい、ひどいよこれ、ひどい。えっ、にゃー、キスミー、キスミー、あ、痛いよ。めっちゃかわいい。あお父さんと今ピチャーさんに来ました。おしゃれ。おお、すげえイタリアンっぽいなこれ。本物のピッツァはこんな感じです。
やべえ美味しい。ピスできない。あれ？メザマルゲリータ。どうしたマルゲリータ？おー、美味しい。すごい。マルゲリータとナポレタンのピッツァです。すげー美味しそう。やばい。食べようって思ってると、ビルバが、ビルバ、やめて、やめて。欲しいでしょ？でもサラダだからあなたは好きじゃないよ、はず。めっちゃ、あ、なるほどね。あ、はぁ、なるほどね。実はね。おい。おい。なんて言った？うん。今黙ってるよね。実は彼女が欲しいのものはこれ。ストラッキーノって言うんだ。ストラッキーノはね、すごく柔らかいチーズです。オプラすごいミルキーなチーズでしょ。超美味しいやば、超美味しい、やっぱり太るわ。あと実家の紹介したいのところは、私の家からあの奇跡でーす。超田舎んだけど。7。今ここにいるのは1週間ぐらいかな。いやー、もう東京に帰りたい。いやー、マジですっげーリラックスができたんだよ、本当に。ゆっくり家族と時間を過ごしてリラックス。今日はずっと絵を描いた。見て、下手くそ、下手だな。いろいろなデザインも考えたんだけど、そう。よっしゃ。で、今はベッドです。ピンクです。当たり前全部はピンクです。私のパジャマもピンクです。なぜというと、お母様ピンク大好きだから。まあ私も好きんだけど、私も好きんだけど、本当本当大好きすぎて、もうやばいんだよ。もうやばいんだよ。わあ。あとはね、ちゃんと。食レポもしないとね、ダメだね。実はね、うん、めっちゃ食べたんだけど、静かに食べたかったから動画を撮れなかったです。すいません。めっちゃ美味しかったです、ピザは。はい、まあまた、ピザを食べると思うので、イェイ！あとは明日からジム、4日間ぐらいは、ここの近くにジム見つけたから、ちょっとね、ここに子供がいるみたい。名前はマルケリータです。マルケリータさん、そうね。私のダイエットは多分、今年がプフ、一週間で、ちょっと、死んだかもしれないけど、また東京に帰ったら頑張りたいと思います。おはよう。今、テレビ撮影が終わったので、ちょっとアルベンガーを見たいと思います。アルベンガーはね、インペリアから、まあ、20分ぐらい？お腹空いてるから、何か食べようかなって思う。ひなちゃん。ひなちゃん、なんとか言ってよー。やった。彼女は日本語知ってるんだけど、シャイだからあんまり話せない。やめてよ。おー、すごい教会かな、これ。すごい、めっちゃ綺麗な色してるんだな。いいね、ここにコスプレ撮影したいな。キリッコ、わー綺麗。私も初めてだから全然すごい。刺激の刑事に思い出す。おすごい。何のアニメがいいかな。え、でもめちゃめちゃあるでしょ、ヨーロッパ系な感じで。あ、ヴァイオリティ・ウラガーデンとか、ほんと刺激の巨人とか、ほんとめっちゃいろいろ。あ、コスプレすればよかったな。
乾杯。イエーイ。美味しい。甘くてちょっとプリッチな感じで、本当に美味しいだ。ただこれはね、赤じゃなくて上手だ。だからなんか赤とか白よりがその味が違って、まあ本当なんか若い者がすごく好きそうなワインだと思います。いっぱい食べたいと思います。イエーイ、ゆりこちゃんかわいい。ありがとう。超柔らかい。やばい、柔らかいんだ。魚のタルテみたいんだ。え、めっちゃ美味しい。めっちゃ柔らかくて、酸っぱいんだけどめっちゃ美味しい。これはパルミザンとクルミのソースのラビオリです。だから中身がそのクルミとかパルミザンの、クリームが入ってて、プラスこのちっちゃいのくるみのソースとチーズのパルミザンのチーズです。めちゃめちゃ美味しいね。美味しくてクリーミーです。美味しい。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。で、ひなちゃんのやつが美味しいもん。これはカカオだからチョコレートとくるみときな粉とちょっと甘い感じで、まあ、結構さっぱりしてる。なんか私だったら肉ときな粉の味がめちゃめちゃ強い。強いから美味しい。なんかパスタだけどちょっと肉を食べてるような感じしてる。めちゃめちゃ美味しい。ちょっとね、変わってる料理だ。最後はデザートです。コーナーはアンティパスト、プリモとセコンドとテルソで食べるんですけど、本当お腹いっぱいからアンティパストとプリモだけ食べたんです。で、今からもうデザート、タダーン。トロンチーノ、トロンチーノ、ソルベット、トロンチーノのソルベット。そう、めっちゃ寒い、めっちゃ冷たい、やばい。寒い。わあ、チェーン。そう。エスプレッソ。マフィアート、そう。多分知らない人が多いと思うんだけど、食べた終わった後に大体みんなエスプレッソを飲むんだ。で、そうだね、もう完全にイタリア文化だからもう。あ、味はね、味なんて言えばいいんだろう。バニラと。このトランチーノはね、キャラメルと、まあ、くるみみたいな感じのとチョコレートの味だと思う。だと思う。これはラビオリだ。これがチャイでいいんじゃん。え、ラビオリ。ボランチね、ごめんなさい。ベルドラ、まあ、中身は野菜です。すごく美味しいです。今ひなちゃんと、インテレでランチしてるんですけど、すげーでかいパスタだな。どうしたら食べるのパスタなし。えらー、たんたん、インジャポネオンティレゴールでいいパスタ、グラッセで、あとしますそう、チューナとピスタチオです。超美味しそう。